こんにちは、ファッキーのサムヘルマットマリオムでございます、お久しぶりでございます、7月ね、全然やってないなというところなんですけども、お前何してたんだというところですね、7月の、活動報告ということで、ちょっとね雑談的な感じで、久々にね話してみたいなと思います。その前にね一個お知らせなんですけども、グリーンプスグループというバンドを友達がやってまして、そのねライブ映像ですね、撮りました。で1個はね、1曲フルの、映像ですね。でもう一つは、1日通しての、まあ、インサートとかね、ドキュメントみたいななんか映像というか、まあ、そういうのを入れつつ、グリーンプスグループのライブを、まあ、ダイジェストっぽい感じで、繋いだ、ものですね。その2本が、上がっております。よければ、概要欄貼っておきますので、ちょっと見ていただければなと思います。まあ、ちょっとねライブ映像というかね、ライブビデオみたいなね、普通のライブ映像よりはもうちょい色味とかもねちょっとこだわってみましたみたいな映像になっておりますので、よければご覧くださいっていうのとですね、グリンプスグループ今度はねフジロックですね、30日だったかなのルーキーステージですね、出るそうなんで、フジロック行かれる方は、ぜひねご覧ください。まあ、ロックンロールパンク、そういったね、エネルギッシュなライブ展開されますので、見て損はないなと思います。そう、なんかルーキーのステージがね、なんか昔はね僕多分10年前ぐらいに行った時はね、入り口の外でね、サーカスの、やってる小屋のね横で夜中やってたんですけど、なんか今レッドマーキーの横にフードエリアがあるんですけど、そこのステージでね、やるらしいですね、昼間に。なんでね、まあご飯食べながら見たいとかね全然いいと思いますしね、レッドマーキー出てねちょっといい音鳴ってたら、まあ見てみてもいいんじゃないでしょうか。はい、というお知らせでございました。で本題ですね、7月てめえ何してたんだというところなんですけども、まずね全然映画見てないですね。まあまあ忙しかったんですよね。今月見た映画ってか映画館に一回だけ行けたんですよね。バズライトイヤーだけ見れたんですよね。ちょっと僕期待しすぎちゃったかなと思いましたね。後々考えたらね。まあ面白いのは面白かったんですけど、なんでしょう。あくまでトイストーリーのスピンオフみたいな意味合いが強かったかなというイメージですね。はい。なんかいろんなオマージュですね。なんだろう。まあ SF 映画のオマージュとかもあったりはしたんですけども、なんとも言えないかなという、印象感想ですね。はい。まあ面白いのは面白いです。はい。トイストーリー好きな人はね、ぜひ見てほしいなと思います。僕もね、トイストーリー一作目幼稚園でね、かなりアンディとね、リアル世代で歩んできた。トイストーリーに関しては、まあそれなりに思い入れがある作品なので、見に行きましたけども、という具合の、ニュアンスでございました。で、最初の土日はそれで、終わりましたというところなんですけども、土日明けてね、こっからねライブの、僕の本業のねライブの収録ですね。それがもう怒涛の詰め込み具合ですね。かなりしんどかったです。はい。まず月曜に、うちの社長がやってるレーベルのバンドのワンマンライブを撮りますと。まあそれはまあまあライトな感じだったんですけど、まあ一日潰れますよね。それで。で、二日目、まあ次の日ですね。次の日、結構デカめのライブ、まあアイドル、リハがもうあると。もうこれが結構大変。もうこのリハでね、一日潰れちゃうんですよね、やっぱ。ダンスの確認とか、まあブロックリハがあって、ブロックごとに止めて、ちょっと直しながらやるから結構長くなるという感じで、で、その後通しでリハやるんで、1日潰れちゃいますと。で、カメラチームに、展開するようで、ハンディカムをね、持ってって、それを取り込んで、限定公開で YouTube にアップして、展開していくっていう、基本的な流れなんですけども。まあ、それやってるとね、夜中の3時ぐらいまでね、かかっちゃうんですよね。やっぱ家で作業しててもね。で、金曜にまたゲネプロがあるという感じで、もうずっとリハ。ずっとリハです。三脚ですね。結構ガッチリしたエースっていうね、三脚があるんですけど、それをね、もう、その週はね、ほぼ持ち歩いてましたね。かなりしんどかったです。もう、なんだろう、リハ行くとかより、エースをね、持ち歩いてるのが、かなり疲れましたね。はい。結構デカめのライブですね。僕の役割、指示出しっていうね、役割があるんですけども、それをやっておりました。まず、役割としてはカメラマンに、次抜く人、まあ歌う人かな、基本的には。次歌う人を、
もう先に捕まえといてもらうっていうのが必要になりますと。立ち位置と、どのカメラで行くのかっていうねところで、あといくつで行くのかっていうのが分かるとよりいいんですけど、カメラマンが追いつける余裕を持った、タイミングで、僕は言わなきゃいけないんで、まあ、バンドだとあと8つで A メロ1カメみたいなね感じで言います。めちゃめちゃざっくり言いましたけど、はい。でこれがアイドルだったり、結構歌う人が多い人になってくると、まあ、立ち位置ですね。下2とか、下手から数えて2番目の人、下2、1カメ下2、次1カメ下2で、まあ名前言ったりとかね。僕の会社でやってる仕事としては一番ヘビーな仕事ですね、指示出しっていうのが。はい、それをやりましたと。まあそれをね1週間みっちり勉強してやりました。それがね今月多分一番大変だったかな。はい、それで7月の2週目まで潰れますという感じでございました。はい、あとは、友達とねキャンプ行きましたね。はい、友達とキャンプに平日2日休みもらってキャンプに行ってきました。なんですけど、雷、大雨、竜巻の警報がなんか出てる日に行っちゃってね、ビビりましたね。警報、注意報かな、注意報かな、すごいビビりました、マジで。本当に、ついて設営して、ああ風気持ちいいなって思うんですけど、数秒後に風強すぎじゃねって思うっていうぐらい、もうずっと風がすげえ吹いてましたね。はい、で焚き火もできないぐらいの恐怖で、まあ一応ね焚き火したくてキャンプ行ってるから、ちょっとテントから離れたところで、キャンプしました。焚き火で、ね、焚き火しました。風が一方向にずーっと強く吹いてるんで、かえって煙の、煙の臭さみたいな一切なかったですね。全く煙を浴びずにね、焚き火しました。はい。目も一回も痛くならなかったな。初めて、初めて目痛くならずに焚き火できたかな。はい。まあいいんだか悪いんだかね。っていう感じでしたね。で、友達が10時半ぐらいに寝て、あ、ごめん、寝るわ、つって寝て、そいつがテント入った瞬間に雨死ぬほど降ってきて、うい、やべえ、つって、もう急いで片付けて、もう大変、もうびっくりしたね。あんなに降るんだ、と思った。幸いね、雷はね、なかったんで、まあ、竜巻もなかったんでね。まあ、そこは助かったな、という感じでしたけど、ビビりましたね、マジで。その10時半から、マルタイラーメンをね、自分のテントの前室で食おうかなと思ってたんですけど、もう前室がね、もう前室に川ができるぐらいね、もうすごい雨でしたね。はい、無印のレジャーシート、なんか厚手の割としっかりしたレジャーシートが出てたんで、それ買って初めて試したんですけど、もうそれじゃなかったら多分ね、かなり荷物水没してましたね。めっちゃ助かりました。おすすめです、無印のレジャーシート。はい、でまあ次の日起きたら、まあ割と雨もねかなり霧雨になってたんで、撤収無事できて、で温泉行ってね、飯食って帰りましたという感じでしたね。もうまあ楽しかったですね。はい、高校の軽音部3人で行ってきましたけど、まあソロもいいですけど、たまにはグルキャンもね悪くないですね。はい、楽しかったですっていうのがありました。はい、で、その後ですね、グリップスグループのね撮影が土曜日にありまして、撮りましたと。で、オッパーラなんですね、場所が。江ノ島オッパーラ、初めて行ってきました、江ノ島オッパーラね。すごいいい箱ですね、あそこね。まずステージがないっていうところ、これがねたまんないっすね。ハードコア好きとしてはねたまらない箱ですね。はい、めちゃめちゃ良かったです。で、壁にねいっぱいポラロイドがね、貼ってあるんですけど、出演者のポラロイドねめっちゃ貼ってあるんですけど、見つけちゃいましたね。イーブンスのポラロイドを見つけちゃって、うわーっと思って、いやー、まさか師匠が来てた箱で撮影することになるとはね、めちゃめちゃテンション上がりましたね、師匠。いや、イアン・マッケーたまんないですね。もう大好きなんで、フガジはやっぱね大好きなんでね。あとケンヨコとかもあるしね、やっぱハードコアの人がねちょいちょい出てるっぽいしね。オーナーの方なのかな、店長さんなのか、ハードコアの、リアル世代の方みたいですね。なんか当の山崎さんとかね、一緒にツーショットの写真がなんかブログとかに出てたんでね、はい、もう生き字引の人なんでしょうね、おそらくね。で、バッドブレインズのユーロツアーかなのなんか T シャツとか置いてあったりとか、結構そのやっぱハードコア色が強いと
で、あと、まあ、DJ ブースもね、かなりしっかり置いてあるんで、DJ とハードコアみたいなところですね。はい。めちゃめちゃいい箱ですね。で、そのグリンプスグループのね、企画だったんですけど、もうめちゃめちゃ対バンが良かったですね。まあ、僕、最近ね、なんだろう、自分たちが出てたような箱ね、最近あんま行けてなかったから、いや、こんな人たちがいるんだと。かなりショッキングな一日でしたね。はい。ワンダンドゥーズルってバンドだったかな。90年代のね、パラッパラッパーみたいなね、シノラーみたいなね、感じの雰囲気のある衣装。で、で、打ち込みなんですけど、ブルースハープもね、生で吹いてたり、打ち込みプラス生ドラムがあったり、で、生ギターもそこに乗っかってきたりね、結構面白いバンドでしたね。なんか、ノリ的にはね、チボマットみたいなね、チボマットをもうちょい現代的にリバイバルしてみたらこうなるんじゃないかみたいなノリがかなり気持ちいいバンドでございましたね。はい。ステレオガールの名前をちょいちょい聞いてましたけど、ライブは初めて見ました、見ましたというか撮りましたというか感じなんですけど、結構意外と UK の感じかな、なんかブリッドポップ好きなのかなっていう感じがかなりしましたね。その1日ですね、なんかDJ もそうなんですけど、ブリッドポップっていうか UK の90年代ですね。すげえかかる。かかるっていうか、まあなんだろう。UK 味がね、かなり強い一日だったっすね。はい。DJ もね、やたらローゼスがかかるって。ヤックのね、ゲットアウェイだっけ？あれがかかりましてね、ぶち上がりました、DJ でね。僕だけじゃないかな、多分ぶち上がってたんで。はい。最高でしたと。で、あと、ミート・ザ・ホープスが出てましたね。僕多分10年ぶりぐらいに見ました、ミート・ザ・ホープス。昔対バンした以来でしたね。もう相変わらずファンクで、めちゃめちゃかっこいいっす。はい。で、最後、グリンプスグループという感じなんですけども、もうかなりもう暴動、ほぼ暴動ですね。もう、めちゃめちゃ良かったですね。今年の初めぐらいに、下北の3に行った時はね、なんか、僕と先輩で行ったんですけど、遅れちゃってライブ終わってたんですよね。なんで初めて見る感じだったんですけど、かなりかっこいいですね。ああ、音源もビデオもね、かっこよかったんで、サイケパンク、まあ、UK 音楽、好きな人はぜひ見てほしいですね、グリンプスグループ、はい、でございます。はい。今月見てたものね、はい、今月ね、映画館には行ってないですけど、それなりにサブスクではいろいろ見ておりましたと。なんかアニメ見たいなと思って、オットタクシーをね、全部見まして、オットタクシーね、かなり面白かったっすね。登場人物がその、獣っていうかね、擬人化した動物なんですけど、話の内容がね、結構ハードだという感じですね。はい。で、音楽は、サミット系の人たちが、こぞってやってると。誰だっけ、ババもやってんだっけな。確か。はい。で、オープニングはパンピーと、あとスカートですね。はい。かなりサミットとズブズブにやってる、アニメですね。これかなり面白かったですね。序盤はね、結構ムニバスっぽいというかね、かなり断片的な話なんですけど、後半になるにつれて、こう、話が収束していくという感じですね。はい。これかなりおすすめです。まあ、サクッと見れるし、ワンシーズンだしね、尺も30分前後かな。30分ないか。はい、そんなもんなんで面白いです。ぜひ見てください。で、その後に見たのが、窓マギ。やっと見ました、窓マギ。いやー、窓マギマジ面白かったっすね。ビビりました。なんだろう、最近ね、6月ぐらいからね、いろんな人から急になんかおすすめされることが多くなったんで、やっと見てみたんですけど、いや、すごいね。魔女の領域の中の描写、ほぼ夢日記ですね。めちゃめちゃ病んだ人が作ってそうな描写ですね。背景。すごかったっすね。いやー、面白いです。魔法少女のリアルみたいな。リアルというか、ダークファンタジーですね、ほぼね。いやー、かなり、なんかネタバレせずに言うのがちょっと難しいっすけど。描写が面白い。まあ、話も面白いっすね。っていう感じでした。なんか新作やるんですよね、映画ね。かなり楽しみですね。映画の方も一応見まして、ホムラちゃんが前面に押されたね、映画になってましたね。はい。多分見てる人かなり多いと思うけど、見てない人は、見てみてください。ネットフリックスにあります。重曹見ましたよ、重曹。いや、電車でね、帰りに途中まで見て、その後家で見たんですけど、怖すぎましたね。電車で見てもかなり怖かった。はい。家で最後見んのね、ほんと抵抗ありましたね。POV じゃないな。なんだっけ。ファウンドフッテージものですね。
あのブレアウィッチとかパラノーマルアクティビティかと言われたらちょっとあのそれより白石浩二の影響がかなり強いんじゃないかなというところですね。白石浩二っていうよりか本当にあった呪いのビデオの影響ですね。白石浩二のオカルトとか、呪いだっけな、あの辺の影響は完全にあるとは思うんですけど、途中でねリプレイ入るんですよ、あの呪詛に。リプレイ、明らかにリプレイが1回入るんですけど、もうそれやったらね本当にあった呪いのビデオなんですよ。はい、うわほんのろじゃんと思って、これはね結構上がりましたね。 OVA もの、日本の OVA の作品の影響も受けてるっていうのがちょっと面白いなという作品でしたね。はい、あと僕は単純にああいうねアジア圏、日本じゃないアジア圏の宗教ものホラーみたいなのがねちょっとかなり好物というか、めちゃめちゃ怖いですけど、ねコクソンもねかなり好きな作品なんですけど、見たことありそうでない、宗教観の宗教ですね、そういうのが出てくるのがねちょっと好きでしてね、はい、あれはねおすすめでございますと。まあ多分見てる人またねいっぱいいると思うんですけど、はい、呪詛も見ましたという感じでした。あとねストレンジャーシングスですね、はい、もちろん見ましたという感じです。ストレンジャーシングスすっげー遅くなっちゃいましたけど、また後半の2話ですねまとめて動画にしたいと思います。あとねファミマでねコラボで靴下出してたんですけど、全然見つかんなくて、本当に見つかんなかったですね。1週間ぐらい探して、やっと地元からちょっと離れたねファミマで見つけました。もう本当に売ってなくて、でねメルカリ見たらねめちゃめちゃ転売で出てましたね。本当やめてください本当に、まだ買えてない人もね意外と根気強く探したらね出てくるかもしれないんで、ぜひゲットしてください。ファミマの靴下ね、あの値段であの質っていうのはね結構コスパがいいんじゃないかなと思ってます。はい、ぜひ見つけたらね買いだと思います。はい、あとはそんなとこかな、今月見たもんだと。そうですね、あと今バイオハザード見てるかなという感じです。はい、ネットフリックスのバイオハザード、はい、まあ、ぼちぼち面白いかな、というところですね。まあ、デビューするかはわかんないですけど。まあまあ、結構面白いです。あとね、うちの奥さんが、セックスエデュケーションね。今、僕は全部見てるんですけど、追っかけて今見てまして。まあ、この前全部見終わったって言ってたかな。はい。やっぱね、シーズン2のラストですね。僕一番好きなんですけど。はい。みんな幸せになってほしいなと。もう切に願うラストなんですけど。はい。それもあって、で、シーズン3ね、メイブとオーティスかな、どうなってくんだというところもありつつ、奥さんと一緒に横目で、セックスエデュケーションを見ておりましたという感じの、1ヶ月でございました。今、7月23日なんですけど、やっと落ち着いてきたんで、また動画投稿ですね。再開していきたいなと思います。あとねほんと見てない映画もね見に行きたいね。ソーとかね、国費も見たいし、 X も見たいし、あとブラックフォンとかね、リコリスピザも見たいし、もう見たい映画ばっかりなんでね、間に合ったら行きたいんですけど、ジュラシックワールドがもうすぐ始まると、もう映画渋滞、もう人より映画渋滞してるんでね僕今ね、どこまで消化しきれるんだというね勝負になってきますけど、いやー、いける限りね見ていきたいと思います。皆さんもねなんか面白かったやつね教えてください。今月やったやつね、追っかけていきたいと思いますんで。あとドリーマーズね、山本直樹のね原作のドリーマーズが、もうやってんのかな確か。はい、あれも気になりますね、面白そうです。はい、また宗教ものですね、やりすぎ描写見てみたいなと思ってます。はい、皆さんのなんか面白かった作品でも何でもいいですから、ちょっと教えてほしいです。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお願いします。